どうもマツケンです。今回はコストコ購入品の8月5週目編をお送りします。本日ね、8月30日日曜日で、2020年の8月ラストの週末でございます。今年は7月下旬から8月お盆あたりまで、毎週末海やら川やら行っておりまして、振り返ってみたら結構しんどかったんですけど、先週末今週末とちょっと出かけてないので、なんとか体力回復しております。もう週明けすぐ9月になっちゃうんですけど、8月終わったからといってね、夏が終わったわけじゃなくて、あと1ヶ月ちょっとぐらいはね、結構暑い日が続きますので、皆様体調には十分注意してください。ということで、今週コストコで買ったものを紹介していきますが、このチャンネルではいろいろコストコの商品紹介しておりますが、基本的には1個の動画で、1個の商品を深掘りしていくという感じでやっておりますので、今回はまとめ動画みたいな感じでさらっといくんですが、すでに動画で紹介したものは概要欄の方にリンク貼っておりますので、商品の詳細とか、あと動画気になるものがあれば、ぜひ概要欄のリンクの方からチェックしてみてください。でチャンネル登録ね、していただけるととても励みになります。では行ってみましょう。まずはリピート商品まとめて紹介していきます。餃子計画冷凍生餃子、伊藤ハムのグランドアルトバイエル、カークランドのレッドグレープフルーツカップ。まずこの冷凍生餃子なんですけど、今週クーポンになっておりまして、ちょうどね、家のストックもなくなってましたので、今回は2つ買っております。僕含め家族のメンバーも全員これ気に入っておりまして、まだうちは子供がちっちゃいんで、消費ペースで言うとどんくらいやろうな、一袋あったら餃子メインで夕食作った時でも 2.5 回分ぐらいはあります。はい、焼き餃子で食べることが多いんですけど、これから秋冬にかけて鍋とかスープとかの頻度が多くなると思うんですけど、そういった時には具材としてちょっと茹でてね、 1,2 分下茹でしておいて投入するみたいな感じで使います。茹でたり煮込んだりする時にこれ直で鍋に入れてしまうと、この小麦粉、皮の小麦粉が溶け出してスープがデロデロになっちゃうんで、そっち系の具材で使う場合は下茹でしといた方がいいと思います。ただね、茹ですぎるとグズグズになってね、伸びてあんまり美味しくないんで、以前ね5秒刻みぐらいで茹で餃子の検証をしたことがあって、3分40秒ぐらいが自分の中では一番好きな仕上がりだったです。はい、この餃子結構焼きのイメージ強いですけど、茹で餃子だったりスープ系のやつに入れても全然いけますんで。続きましてアルトバイエルンなんですが、こちらもね、クーポンになっておりましたので仕入れておきました。今回購入した分は9月8日まで、賞味期限があります。まあ、大体買ったら一袋開けて、もう片っぽは冷凍保存みたいな感じでやっております。続きましてレッドグレープフルーツカップですが、こんな感じのグレープフルーツの実の部分だけ抽出されたもののシロップ漬けですね。これね、見た目以上にボリュームがありまして、1カップで 227g あるんですけど、このグレープフルーツの実だけで 115g 入ってるということです。でこの商品ね、この時期特に人気があるみたいで、火曜行った時はなかったんですけど、木曜行った時は、まあ、在庫が復活してたような感じだったんで、1週間でね、ある時とない時っていうのがやっぱあります。で過去に1回だけあるんですけど、めちゃくちゃ苦い個体のやつに当たってしまって、そういうこともありますんで、外からは判別できなそうなんですけど、これはね持った感じ。続きましてこちらです。カークランドのマルチパーパスディスインフェクティングソリューションコンタクトレンズの液です。この商品と次の商品がちょっとね、レシートがどっか行っちゃって価格が分かんないんですけど、後日調べて概要欄の方に貼っておきます。まあ、中身こんな感じのコンタクトの液とケースが1個ついてます。1個は自宅の方にも行ってるんですけど、このボトルがね3本入っております。だいたいコンタクトの液のこういった容器って白いプラスチック素材がほとんどだったんですけど、今回のは滑り止めみたいな、なんか独特の質感の透明素材ですね。残量が一目瞭然で、いいのと、あとこの蓋の仕様がこんな感じでね、キャップの部分が一体型になっていて、前もコンタクトレンズの液はコストコのやつを使ってたんですけど、こ
こういうひねって開けるようなキャップだったんでめちゃくちゃね使いにくかったんですが、今回のはね、片手で開け閉めできるんで、これはねいい仕様変更だなと思います。はい、でこれもねクーポンになってたんで買ってみたんですけど、本当いくらだったかいな、1,200〜1,300〜1,400円ぐらいかな、忘れた。続きましてこちらです。ポッカの美味しい炭酸水、コストコで炭酸水買うときはカークランドのイタリアンスパークリングミネラルウォーターですね、あれを買ってたんですけど、あれがね1本56円ぐらいだったんですよね。でポッカのこの美味しい炭酸水っていうのは前から売ってるものなんですが、ちょっと高いんですよね、やっぱ国産の商品ということで、毎回コスパ優先で、カークランドのやつをね買ってたんですけど、今週はこれがクーポンになってて、カークランドのと変わらない1本56円ぐらいまで下がってましたんで買ってみました。こういった炭酸水って炭酸の持続力が結構肝だと思うんですけど、これはね数時間後に飲んでも割と炭酸残ってて、いいなと思いました。ペリエとかよりも格段にクーポンになる頻度が少ないので、今回はねこれチェックできてよかったです。はい、ちなみにね、この箱に24本入ってますんで、よく炭酸水飲まれる方はちょっとね持ち帰りとかめんどくさいですけど箱買いしとくといいのかなと思います。続きましてこちらです。宮崎県産のコシヒカリ 5kg、 コストコの 5kg の米をいろいろ食べ比べしてるんですけど、今回ね熊本のやつ買おうと思ったけど新米が出てましたんで、これ買ってみました。宮崎県産のコシヒカリですね。でね精米日、お米のパッケージのだいたい下ら辺にですねこんな感じで精米日が書いてあるので、ここをチェックしていつも買っておりますが、令和2年の8月26日に精米されたというものになります。で我が家の消費ペースだとだいたいこれ1袋買えば3週間ぐらいは持ちますね。これがね今朝炊いたお米で作ったおにぎりです。新米うま、これ塩すらしてないんですけどこのままでね食べられるぐらい、お米の味がします。新米炊くとき水加減がちょっと変わるじゃないですか。今回は炊飯器の1000直帰しで炊いてみたんですけど、結構ね固めに仕上がったんで、僕が一番好きな炊き加減に仕上がったんで、これから続々と新米登場しそうな感じなんで別のが出たらチェックしてみようかなと思ってます。あとお米買うときはこの精米日が一応新しいものを選ぶといいかなと。はい、続きましてこちらです。メニセツのパニーニ、この商品は前回の動画で、紹介してるんですけれども、こんな感じで焼き色は全然ついてない状態で食べる直前に焼いて仕上げてくださいという感じでございます。コストコではベーカリーで焼きたてのパンが買えるわけですが、賞味期限的に言うとちょっと厳しいんですよね。多くの方が冷凍保存しながら消費するっていう感じなんですが、このメニセズのシリーズのいいところはこんな感じでね個包装になっていて、かつ常温保存 OK、まあ、高温多湿とか直射日光の環境を避けるっていうのは大前提なんですけど、食べる分だけ開封して焼いて食べるみたいなことができると。ベーカリーで出てるパンの賞味期限は製造日含めて3、4日なんですけど、今回買ったメニセズのパニーニに関しては9月11日まで一応 OK ということで、約2週間常温で OK っていう感じになります。冷蔵庫の中、冷凍庫の中を圧迫することなく保管できますんで、この時期はまだ室内があったかくなりすぎるんでちょっとね注意は必要なんですけど、秋以降になるとだいぶ日中の室内の温度も落ち着くと思うんで、そこまで神経質に保管しなくてもいいのかなって感じですね。はい、パニーニっていうのはイタリアのホットサンドっていうのが一番手っ取り早い説明だと思うんですけど、何か具材をね挟んでチーズとかそういったものを挟んで焼いて
食べる用のパンなんですけど、これミニパンでも同じようなことできるけど、1個あたりがね、あっちのパンはちっちゃいんで、内容量的にも大きさ的にもね 1.5 倍ぐらいこっちのがあって、1個でちょうどいいサイズのパニーニが作れますんで、パニーニホットサンドで、食べたいっていう方にとってはこっちの方がいいのかなと思います。これに関してはまた別で動画出す予定です。続きましてフードコート新商品2つでございます。4種のチーズピザ、マンゴースムージー。まず4種のチーズピザなんですけど、これねレビュー動画出した時は何のチーズが4種類入ってるのかっていうのをちょっと忘れてたんで、調べてきたんですけれども、モッツァレラチーズ、ステッペンチーズ、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、この4種類が使われているそうです。食べた感想なんですけど、トマトソースとチーズだけっていうシンプルな構成なんですが、チーズの量がめちゃくちゃ多いんで、とね、口の中はチーズ食べてるというよりか肉系の何かを食べてるようなね、噛み応えというかボリュームもあってすごく美味しかったです。でそんなにしょっちゅうピザ食べてるわけではないんですけど、前食べたピザよりかはトマトソースがなんか柔らかくなったというか食べやすくなったっていう感じがありました。前はねもっと酸っぱくて、酸っぱいというか青っぽいというか、ちょっとねトマト苦手な人はあんまり進まないんじゃないかなっていうような味だったんですけど、そういうのも気にならず終始美味しく食べることができました。でもう一つマンゴースムージーなんですけど、これもね美味しかったです。最近のスムージーだと酸っぱい系か甘い系かっていう風に分かれるんですけど、このマンゴースムージーは甘い系ですね。ただなんか甘ったるさっていうのは全然なくて、後味はほんとさっぱりします。この時期のスムージーって外に出ようもんなら一瞬で溶けちゃってあんまり美味しくなくなっちゃうんですけど、その対策として考えてたタンブラーに一回移してで持ち帰るみたいなことをやってみたんですけど、結果は大成功でした。帰り道にスムージー飲みながら帰りたいという方はタンブラーはね、必須ですね。スムージーのカップごとガボって入るサイズのタンブラーとかそういったマグみたいなものがあればいいんですけど、そうなるとドリンクホルダーにはまらない可能性っていうのはあるんで、ちょっと難しいところですけど、何かしらそういった保冷容器みたいなものは用意しておいた方がいいのかなと思います。ということで最後の商品はバッテリーです。8月30日までタイヤセンターでバッテリー交換キャンペーンみたいなものをやっておりまして、そのタイミングを利用して交換してきました。コストコのタイヤセンターで取り扱っているバッテリーの種類はいろんなメーカーがあるわけじゃなくて、バルタっていうメーカー一つだけだったかな、はい、もう一個だけで、あとはその車に合うバッテリーを購入して変えてもらうみたいな感じだったんですけど、最初思ってたよりもだいぶ早くだいぶ安く済ませることができたので、コストコで、まあ、何年もね会員されてる方で、かつコストコまで往復車使われる方は検討の余地ありじゃないかなと思います。コストコでバッテリー交換するっていう動画が YouTube 上にまだなかったんで一応作ってみたんですけど、全然見られてませんのでぜひ一回見てください。ということでコストコ購入品の8月5週目編お送りしました。今回はですね、ちょっとカメラの設定を変えておりまして、いつもホワイトバランスを曇りのモードにしてたんですけど、今日は晴れマークのやつでちょっと撮っております。これまでの動画よりかはちょっと青い感じになってるかもしれませんが、はい、ということで今回の動画は以上でございます。こんな感じでコストコ関連の動画いろいろ出してますので、もしよければチャンネル登録をぜひお願いします。あとね、おすすめ商品とか気になる商品とかありましたらぜひコメントの方残していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。